ただいまより茂木外務大臣の定例記者会見を始めます。大臣お願いします。それでまず私の方からのクルーズ船関係ですね、外務省に関連します部分ご報告いたします。まずウェステルダム号についてでありますが、邦人乗客4人はですね、カンボジアで、PCR 検査の結果全員が陰性と判明いたしました。昨日17日深夜発の全日空便で本日の早朝に成田に到着をし、成田空港の検疫場で今 PCR の検査を実施している、こういう状況であります。また乗員1名につきましては現状は下船を希望しておりません。また連絡等を取りながら必要な支援をしていきたいと思っております。それから、ダイヤモンドプリンセス号のですね、外国籍の乗客乗員の下船出国についてでありますが、すでにチャーター機を運航した米国以外ではカナダが2月19日、つまり明日よりも前にですね、自国チャーター機により自国民を下船帰国させたいとの意向を伝達をしてきております。オーストラリアも17日に自国チャーター機で自国民を19日以前に帰国させる意向を固め、その旨モリソン首相が発表するとともにですね、帰国オペレーションに関する日本政府の支援に対しまして謝意を表明していると承知いたしております。またイタリア、韓国、香港が今後いずれかの段階で航空機を派遣する意向を明らかにしており、その他の国地域からもですね、今後同様の要望が寄せられる可能性はあると思います。これらの国地域の乗客の下船や帰国については今後ですね、チャーター機がいつ着くかとかさまざまな調整が必要でありますが、19日よりも前の下船についてはですね、米国のケースと同様にですね、我が国の一般市民と接触しない、交わらないようにですね、空港までの移動、そして出国前のプロセスについて今後調整していく予定であります。私から以上です。それではご質問がある方は挙手の上指名されましたらお近くのマイクを使い社名と氏名を名乗った上でご質問ください。ご質問どうぞ。よろしいでしょうか。ご質問はい。力武さん無理にしなくてもいいんだよ。いや一つよろしくお願いします。はい、ミュンヘンでの王毅外相との会談で習近平国家主席の訪日は予定通り進めるということで一致したということだと思います。はいはい、ではありますけれども昨日の中国国営メディアの報道で、はい、今月24日に開かれる常務委員会で全人代の延期が審議される、はい、ということのようで、はいはい、もし全人代が延期されるということになると今後 その習主席の訪日日程にも影響を与えることになるのではないかと思いますが、そこら辺現段階での見通しをよろしくお願いします。まず15日のですね、日中の外相会談におきましては習近平国家主席の訪日時期については今年の春ということで一致をして、具体的な日程については調整中ということであります。そして報道については承知をしておりまして、コロナウイルス対応等ですね、中国の動向は注視をしておりますが、現時点では習近平国家主席の訪日は予定通りでありまして、それに向けた準備を粛々と進めていきたいと考えております。その他ご質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。はい、よろしければ本日の会見これで終了させていただきます。ありがとうございました。